セリーグ、いやー嬉しい誤算だな。一発おうちいたんぼ。いや、いい家ですね。何なんて言ったか忘れたわ。いや、嬉しい誤算ですよ、ボンデーさん。あ、売れ子シリーズね。売れ子、いや、初めてなんですけど。あ、人気企画ね。やっぱりちょっとね、開幕始まるとどうしてもね、マイナスの部分が目行きがちですけど、各球団ね、嬉しい誤算もしっかりあるんですよ。あら、各球団なの？各球団、セリーグ今日ありますけど、あ、そう。うん、あるんで、まあ、それが多ければ多いほどやっぱり調子いいだろうということなんですけど、ただね、下位の球団でも、その嬉しい誤算が多ければ多いほど、去年まで活躍した選手が調子上げれば、さらにプラスオンできるっていうね、そういうからくりになってますんで、最後までお楽しみいただければなと。お楽しみ。言いたい思いますけどね。では、順位順に、現時点、本日が5月15日の夜、撮影してますので、5月15日までの成績で、行かせていただきます。5月15な。あ、4月15日。まず阪神、1位ですよ。強いね。ね、野手。これは木浪選手ね。あー、取ったね。嬉しい誤算。ここまで8試合で打率4割7分4厘と、オプスも 1.072。売れ子だね。売れ子でしょ。ただね、小畑選手もね、打率2割6分3厘で決して悪くないんですよ。ああ、そうだね。だからこの今年はショート守備で行ってた中でこの成績ですから、これは売れ子でしょ。売れ子だね。で、まあプラスで言うと、まあノイジー選手ね。ああ、いいね。ああ、ここまで2割8分3厘2本塁打っていうところで、近年のね、助っ人外国人では阪神当たりじゃないですか。当たり当たり。ね、当たり。これ大きいんですよ。そして投手、まあ一番は村上選手かなと。ここまで2登板、まあ先発は1なんですけど、防御率 0.00 ね。巨人戦では7回までパーフェクトと、展開でね、交代にはなりましたけど、これまた若いピッチャー出てきてくれたなと。いいなー、ね、いいな。だ、佐伯投手、西純也投手もいいですから、さらに現役ドラフトで入ってきた大竹投手ね、もう好投続けてますよ。こういう若手の先発いるっていうのはね、大きな力ですから。いやー、いいね。まあ1位だなと。さすが。そして2位、ヤクルトね。ヤクルトなんですけどもね、打率がここまで最下位なんですよ。いや、まさかじゃん。なので野手はね、嬉しい誤算正直ね、一人もいないです。いないね。ね、で、内山選手もチャンスをもらってるんですけど、打率1割1分4厘っていうところでちょっと結果残せてないんで、逆に投手、星投手ね。いやー、これはいいね。いいよ。7登板で打三振率 11.12 と、まあ防御率ももちろん 0.00 ですよ。これはまた強力な中継ぎが出てきたなと。いいね。ね、まあもう一人ね、まあこれも嬉しい誤算じゃないですかね、田口選手ね。まあ、あの起用法という意味でね。そうそうそう、抑えが不在になった中で、ここまで6登板で4セーブ上げてますよ。奪三振率も 14.29。 いやー、しっかり取ってるね。なあ、取ってるなあ。ただまあ秋山選手にちょっとサヨナラホームラン本日打たれましたけど、まあ抑えがね、決まったっていうのは大きいですから。ここまで防御率は 1.63 でリーグ1位ですからね。いやー、すごいなあ。投手陣は非常に頑張ってると。あれな、本当先発タリンとか俺じゃないよ。まああとは打線がどこまで上がってくるだけっていうね。まあこれはもう時間の問題もあるからね。まあそうだね。っていう形でございます。そして3位、あれいつの間にかカーブですね。あれ2位タイじゃないか。確か。あ、そうかもしれませんね。確か2位タイです。今南 J ではカーブを最下位にした解説者たちって吊るし上げが多くな。あれ逆に1位に上げてる人は照らされてないのか。そう、まだね。野手ですけども、これはまあ嬉しい誤算レベルですよ、秋山選手ね。いや、ここまでやるとは思ってなかった。12試合打率に4割3分2厘、オプスも 1.104 と、で15日ね、先ほど田口選手の話でも出ましたけど、値千金のサヨナラツーラン、非常にいい働きしてる。まああと西川選手、菊池選手あたりもね、調子いいんで、まあそれは打線つながるわなと。でね、デビッドソン選手ね、打率はね、確かにそこまで高くないけどね、4本塁打っていうね、長距離砲をしてましたから、そういう意味ではこれ結構いい働きしてる。いいんだよね、打率は2割前半でもいいよと。いいです、いいです。ホームラン2、30本打ってくれよと。いいですね、いう感じだよね。続いては投手。投手、あー、これはトネちゃんね。いいね。5試合防御率 0.00 と、
やっぱりカープ、巨人からカープに行った選手は生き返るというね。いや、いいね。いや、ありがとうございますね。でも本当に巨人では出番なかったわけですから、うん、でね、プラスで言うとね、ケムナ誠投手とかね、もう頑張ってますよ。いいね、うん、先発で言うと玉川投手、遠藤投手、グッド。いいね。グッドなんだよ ね。これで大瀬良投手抹消したんですよ。いや、新井さんは策士かもしれんでね、休ませながら、うん、だらこの若手が頑張ってるからできたことなんで。しかも上げてくるからね。あ、そうでしょ。おそらくコルニエルちゃんを。あ、なるほどね。で、森下投手もそこそこ帰ってくるんで、ね、帰ってくるんで、まあそういう起用になってくるんで、まあいい流れになってますよね、カープね。4位、4位 DeNA。 DeNA これはね、もんちゃん DeNA だぞ、今年の台風の目は。あら、まだ上げ幅があるってことね。あー、野手、関根選手11試合、打率4割5分2厘、オフスも 1.049 みたいね。今リーディングヒッターですね、セリーグ。元気あると。元気あるね。まあでも関根選手だけじゃないよと。宮崎選手11試合、打率4割2分9厘、4本塁打、オプス 1.314。 まあこの辺に関しては誤算というか、ここまでやるかそうだねっていう感じだね。あ、まあまあ秋山選手同様、ここまでやったらまあ嬉しい誤算。でも打率1割ぐらいちょっとアップしてますからね。桑原選手も3割3分3厘、まあ、佐野選手も3割5分6厘、まあ、佐野選手も期待値よりは高いですよ。高い高い高い、ね。そして京田選手、3割の7分5厘、戦う顔してる。してる。まだ打席数は少ないですけどね。してる。まだですよ、うん。え、まだいる？ここなんですよ。ほんと申し訳ない。DeNA はキャッチャー取った方がいいって言ったんですけど、捕手陣、戸柱選手3割8分5厘、うん、山本選手5割と。待って、これは松尾を上げろと言ってる場合じゃないんですよ、モンデさん。穴ねえんですよ、DeNA。あら、じゃあ、あれか、ひょっとして、あ、峰井さん、どうぞ。いや、実はね、戸柱くん、山本くん、触れてるね。そうなんだよね。もちろん、ここまでチーム打率2割8分0厘でリーグ1位。いいね。去年だったらトップ10に入ってきそうな、個人でもね、2割8分なんでね、うん、非常に打線は活発よと。あ、そうか、怖いな。じゃあなんでチームは4位なのっていうと、やっぱり投手陣がね、うん、まだ防御率 3.28 で6位上がりきってないんですよ。ただその中でも嬉しい誤算、うん、去年いなかったというところで平選手ね、うん、1試合ですけども0点に抑えまして、奪三振率も 10.50、 たまに力ありますよ。良かったんでね。で、東選手、石田投手もきっちり好投してるんで、うん、お前ね、うん、なのであとは大貫選手、今永選手、バブワー選手入ってきたら、これは横浜来ますね。いやー、いいね。これはいいよ、非常にいい状態で今ピッチャー待ってる。いいですね。そして5位、はい、巨人、巨人野手、まあオコエ瑠偉選手ね。いいね。これはこれは売れ子代表でしょ。売れ子だよね。打率3割5分1厘、オプスも898と、あ、これも現役ドラフト。まあもう一人挙げるとしたら中山選手、6試合で3割0分8厘、まあこっからですけど、まあ頑張ってますね、うん。投手、投手これはね、何試合で今話題になってます。あら、直江投手ね、6登板、防御率 0.00、 驚くべきはウィップ 0.29。 すげえな。こいつ誰だっていうね。まあちょこちょこ投げてはいたんですけどね、去年までも。そうな、うん、ただ隠れて直江投手、こういう高騰してるピッチャーもいるんで、まああとはどう使っていくかですよね。最後は中日、中日野手、これは細川選手。いいな、いいやつがあるよな。ね、9試合、打率4割1分7厘、オプスも 1.042 と、さらに上乗せってみては、大島選手も打率4割言ってる。まあな。これもまあ、売れ子の範疇でしょうね。さすがです。うん、さすがですよ。そして投手、うん、投手がね、今の投手、あんまり売れ子があんまりないんですよ。ないな。そうそう、実はね。ただ、中継ぎに転向した勝野投手、うん、これ6登板で防御率 1.69 と頑張ってます。あ、いいね。うん、あとはまあ移籍してきた涌井投手も防御率 2.77 と、まだ勝ちはついてないんですけどね、うん。あとは石川選手復帰したんでね、うん、チーム一丸となって戦ってくれればなと思うんですが、うん、モンデンさん気づきました？締めコメントで言おうと思いましたけど、はい、現役ドラフト組が多いよね。いや、セリーグ6分の4なんですよ、好調今ね。なのでこれ現役ドラフトの意義、本当だね。うん、本当に素晴らしい制度だね。生き返ったんでね、うん、っていうところで、まあ、この嬉しい誤算を踏まえる上で、うん、ちょっとやっぱり今年のオフも現役ドラフトはね、しっかり僕ら調査していこうかなと、うん、あ、本当だね、いう結論に至りました。はい、はい、という形でセリーグの非常にポジティブな話題を海田さんが使ってくれました。皆様の考える売れ子、ぜひ教えてください。また明日お会いしましょう。ありがとうございました。おっしゃ、なんで今日ジャイアンツ。いやめちゃめちゃ悪口言ってる。巨人ファンですから。え、巨人ファンだよ。悪口言ったんですよ、やめてください。そんな、あえいかんはフェドローに輝く語呂悪。チャンネル登録お願いします。